第三章銭形平治と八五郎は小浜に案内させてすぐ佐久間町の宮殿横丁へ駆けつけました「さあ殺せ殺してくれお願いだから殺してくれ」危ない飛ぶ板を踏むと奥からは押し潰されたような声平治はさすがにぎょっとして立ち止まります「八小浜はどうした?」。平治はふと 一緒に来たお浜の姿の見えなくなったのに気がつきました「お <laughs> にょおろいおる路地の外をのぞいてください親分」おやぶん「八五郎の指さす方を二三歩戻ってのぞくとお浜は二十分二三の若い男の胸に顔をうずめるように何やら熱心に話しているではありませんか」「俺は何だ京授屋の吉三郎へんでとんだ二枚目さ」<laughs> <laughs>「あっかむな八 よくわけじゃねえが少しは気になりやせやぶんお浜に男があるだ気がつかなかった構うことはねえ人当たり当たってみるがいいどうかくるんですかんあ慌てじゃいけねえこのうちとかかわり合いの人間で最初に会った男だ聞いたらなんとか言うだろう懐の十手をしっ込めてのろけでも言わしてみるがいいえっ、はい、と別れて平次はの野市のうちへ入って行きましたお願いだ殺してくれ 俺はもう生きるせいもありあいも抜けた二十年この方女房まで追い出して風や食わずで貯めた金だせめて盗んだ野郎へ面当てに首でもくくって死んでやるよ開けて出て恨みがいいて恨みに燃えるような声はつい鼻の先の破れ障子の中からゴマをたくすさまじい煙とともに湧き起こるのでしたまあそんなに気を立てずに。 道村さんの長物を待っているがいいそのうちに取った野郎は地平堂を履いて死ぬかもしれねえそういうのは主の田野市の仲良し佐野市という盲人でしょうごめんよ平次はがらりと障子を開けました誰だい取り込みがあるんだょうじなら後にしてもらいてえが佐野市が見えぬ目を向きます俺は平次だが何か間違いがあったそうじゃねえかはあ 銭形の親分さん取り乱した田之市が平治の声を聞くと這い出しました中はたった二間想像以上のすさまじい住まいでここに千両近い金などがあろうとはどう間違っても考えられません骨ばかりの障子芯のはみ出した畳壁は落ち戸はささくれてかぐらしいものは七輪が一つに鍋が二つ茶碗やら丼やらが 棚の上に四ついつつ並んで柱には着替えのボロが一二枚ぶら下がっているだけさすがの平治もしばらくは言葉もありません銭形の親分さん九百九十両取った野郎を探し出して貼り付けにするなり八つ酒にするなり思い知らせてやってくださいお願い上がりかまちに腰しぼ下ろした平治のたもとへ田の市の痩せさらばえた手が わなわなとつる草ののように絡みつくのです。まあマジな一通り見てくるから平事は言い捨てて家の内外を一回りあまりの無造作な住まいで手がかりも何にもありません田野市の寝ているのは奥の三畳小浜の寝ていたのは入り口に近い四畳半その外には狭い濡れ園があって2つの部屋の隣に小さいおかっ手があります ここに占領地形金のあるのを知っているのは誰と誰だい元の座へ帰ってきた平治の問いは常識的でした娘の他にはありませんおめえが金を持っていることはこの平次もうすうす聞いているぜお浜の他にも嗅ぎつけた人間があるだろう世間ではそんな噂をしておりますが990両とまとまった金を竹筒の柱に入れて持っていると知っているのは 娘たった一人でございます大金を持っていることを知っているもんなら他にもあるだろうこれはもう現にここにいる佐野市さんだって私が剣業になりたさに金を貯めていることは知っているはずですそれは佐野市さん佐野市は驚いて口を出しました主と同年配の四十五六同じ家業には相違ありませんがこれは人に金を貸す方ではなく 始終借りている方で酒も飲み遊びも好き身なりも相当で内々は富くじまでも買っているといったやまきのあるあんまでしたそれから平治はそれにかまわず問い進みました十年前に別れて今でも時々無心に来る女房のおなもうすうすは知っておりますそれに隣のお客さんだって小判の音ぐらいは聞いているでしょうそれから 田野市はちょっと考えましたが娘にちょっかいを出している教授屋の吉三郎の野郎だって娘から聞いていないとは言われませんそれっきりかへええ田野市はおぼつかなくも言い切りますその間にも主言者の道尊坊はゴマの煙をもうもうとなびかせながらもみにもんで何やら祈り続けているのでした虎ひげの始終男で あまり知恵のありそうな人間ではありませんが様子と声の物々しさに妙に共心者の心を捉えそうなところがありますこのうちを開けるようなことはあるめえなそれはありません何と言っても千両近い金があるんですから私が仕事に出る時は必ず娘に留守番をさせましたおめえが一番怪しいと思うのは誰だいええ、遠慮なく言うがいい壁へ穴を開けて 朝夕覗いている人間が一番気になりますよぶ分さん平次はそう言われて二軒長屋の境の壁を見ましたなるほど田之市の部屋の柱よりちょうど畳から五六寸上が向こうから壊されたようにポコリと土が落ちているのですその小判を入れた竹筒の長さはどれほどあったんだおきのこの端っこのへそへ立てて上の針へはめ込んだんですから 七尺はありましたよ。目方は五冠目もあるでしょう。それでは女子供には相当の荷物です。第四章。平治はその足ですぐに壁隣のあいながや、苔の内職で細々と暮らしているおかくという大戸島の家を覗きました。親分さん、銭形の親分さんでしょう。よく存じていますよ。 隣のたくいちが私が一番怪しいって言ったでしょ。おか目もある小判入りの柱が私に持てるか持てないか考えてもみてくださいよ。おやぶんさん。顔を見るともう立て続けにまくし立てます。三十七八の青白い女。どこか病気でもある様子ですが、昔は相当にふめたらしい目鼻立ちでさわやかに動く下の根はどうも素人育ちではありません。 竹筒を敷きずる手もあるぜおかみさんまあ親分さんお口の悪いアリがミミズを運ぶんじゃあるまいしちょいとここを借りるよさあさあどうぞ怪しげな座布団を敷いたのは田之の市のちとは反対側になっているぬれ縁ですところで何もかも知ってるようだからつまらねえことは抜きにして聞くがおかみさんに心当たりはなかったのかい女女体らしく こぎれいに片付いたうちの中を見回すともなく、平次はこう聞きました。おい肉様、ま、何にも知りませんよ。でもね。親分さん、あの佐野市というのは、お隣のたこいちの頬ばいのくせに打って変わった。道楽門でたこいちにはうんと借金があるようだし。それにたこいちが兼業になるのを1番嫌う人間ですよ。なるほどね。その上、滅法感のいい人で覇気ごまで。 やるというくらいだから目が見えなくったって戸締まりのない邦売のうちへ泥棒ぐらいには入りかねませんよそりゃあ知らなかったありがとうよお礼をするぜ女将さんまあ <laughs> 親分さんはせし物ねところでその壁の穴からあの隣の置き所の辺りは見えねえだろうかまあちょいっと覗かしてもらうぜ 悪ささをしたのはネズミですよ、親分さん。近頃のネズミはそりゃたちが悪いから雨でも板戸でもすぐ食い破りますよそうだろうともいいとしまがこんな穴をこせえて隣をのぞくわけはねえまあ親分さんおかくの講義を空耳に聞いて平次は狭い濡れ縁から三条の間に乗り出すように穴から隣の家の方をのぞいております第5章ちょいっと待った。 お、銭形の親分さん吉三郎はぎょっと立ち止まりました小浜や八五郎に分かれて柳原菓子の酔い明かりを自分の家の方へ急いでいたのです少し聞きてえことがあるんだわしは何にも知りませんが親分さん吉三郎は小浜から事件の概略を聞いたらしく平次の前に立ちすくんだ顔は不安に震えておりました おめえを五百九十両の盗人だと思ってるわけじゃねえ実は先回りしてあの晩おめえがうちから一足も出ねえことを聞いてきたんだへえう、え、ちの行き届いた言葉に吉三郎は安心よりも驚きが先でしただから知ってるだけのことをみんな話してくれさえすりゃいいおめえはお浜といつ頃からの仲なんだ三年になりますよ親分さん 吉三郎の声は悲しそうです二十二三の少し柔和だがいい男お浜が夢中になるのも無理はないと平次は見ております親父の田野市が不承知なんだろう。どうしても一緒にしねえというのかええ、兼業になった暁京授屋の下職じゃ婿にならねえと泣くな大の男がみっともねえ どう頼んんんでも田野一さんは聞いてくれません心中をしようか夜逃げをしようかと何面も切り出しましたがお浜はどうしても承知してくれません陰語なようでも父親に違いないし絵の不自由なものをたった一人捨てて死にも逃げもならないとこう言いますいい心がけだな私にはそのいい心がけがうれしくありません三年越しの深い中 こんな苦労をしたあげく大地へ額をすりつけて頼んでも沿わせてくれない親がそんなに大事なものでしょうか。親分さんもし剣業になる望みがなかったらあの千両近い金がなかったら田野市さんも仇の職人に娘をくれる気になったでしょう私はお浜さんからその話を聞いて本当にいい君だと一座少したしなむがいい。 それでなくてへえこんな純な若者を平次もこの上追求する気にはなりませんでした「負け、まあ、ってよく気を落ち着けるがいいつまらねえ気を起こしてお浜を困らせるんじゃねえぞ」えっなんという間の悪さ気の利かないおじさんのようなことを言って平次はぼんやり家へ帰りました。